皆さんどうもこんにちは、いかくです。本日は9月29日からやってきた週刊 FP レビューの企画やっていきたいなと思います。ついにスーパーサブソンフンミンの爆誕、しかもそれだけじゃなくてソンフンミンと同等クラスの怪物選手もいる、かなり魅力的なガチャになってるんですよね。まあガチャ動画でも話した通りハイリスクハイリターンではあるんですけど、そのリターンがどれくらいあるのか、どれくらい当たり選手が魅力的なのか、しっかりと分かりやすくまとめてきましたので、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。でいつも通りですね、僕の評価もつけていくんですけど、これあくまで僕の独断と偏見になるのとゲーム内での評価にはなりますので、そのあたりは理解していただいた上でよかったら最後までご覧ください。では行きましょう、レッツスーパーサブソンフォーミング。でまずはですね、個別の比較に行く前に各選手のトップ強化になるんですけど、こんな感じになります。皆さん気になる選手はいますでしょうか。個人的にはですね、カルバハルのボールダッシュ瞬発スタミナの強化は完璧だと思いますし、あとはイッツォですよね。センターバックとしてディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブネスの強化はもう言うことなしの強化になってますので、この辺りも頭に入れながらこの後の個別比較楽しんでいってください。ということでまず1人目は B 評価ビート選手。能力強化はえぐいですし、チェイシングとアクロバティッククリアのスキルも追加されて、強化幅で言えばこのガチャでもピカイチになってますね。まあもともと持ってるスキルもね、ワンパスルパなどかなり優秀ですし、バランスもいいんですけど、まあやっぱりね、能力面もうちょっと全体の底上げ欲しかったですかね。まあプレイスタイルもね、2列目からの飛び出しで激戦区って考えると、なかなかガチスカ優先度は上がってこないのかなとは思いましたね。はい、ということで次行きましょう。さあお次はですね、 B 評価バルセロナからアレックス・バルデ選手。いやもう18歳っすよ。僕より10個下なんだけど、すげえなんか悲しい気持ちになってきた。でも、すげえ楽しみな選手。今回ですね、ドリブル、グラウンダーパス、フライパスがトップ強化されつつ、やっぱり注目はこのスピード瞬発ですよね。共に90乗ってますので、このぶっちぎりのスピードっていうのが、何よりも武器の選手になってますね。まあ、ワンパなんかも今回つきましたので、左ミッドフィルダーに本適性があれば、もっと起用の幅が増えたとは思うんですけど、サイドバックオンリーだと、ちょっと使いづらいのが本音にはなってしまいますね。はい、ということで次行きます。さあここからですね、一つ評価上がって A 評価スカルビーニ選手。アタランタからこちらも期待の18歳。いや18歳ってさ、僕が高校生でグダグダやってた年齢でセリエ A のトップで選手で活躍してるって考えたら、もうすごすぎてすごいですよね。でスカルビーニはもともとセンターバックの選手で、今回 CMF 登録に変わってハードプレスにプレイスタイルも変わってるんだけど、まあスタミナ面とかを考慮すると結構中盤厳しいと思うんですよね。まあなので使うのであればセンターバックでの起用がメインになってくると思いますね。まあスキルが少なすぎるのと、トップ強化がね、決定力、カーブ、キック力なので、センターバックとしてここは結構微妙なんですけど、まあ194cmあってディフェンス系数値もかなりレベル高く、スピードなんかも割とありますので、まあライブアップレート B 以上の週ならセンターバックとしてガチスカ候補に入り込んでくる選手ではあるのかなとは思ってますね。はい、ということで次行きましょう。さあお次もですね、センターバックになるんですけど、 A 評価イッツォ選手。昨日のガチャ動画で僕最後イタリアのおじさんでぶつ切りしてたと思うんですけど、最後実はこのイッツォが出てましたね。で今回いつもね、強化度えぐいなと思ってて、まずスキル見てほしいんですけど、ブロッカーとスライディングタックルが追加されて、スキルがセンターバックとしてはほぼ完璧構成になってるんですよね。なかなかですね、ディフェンス系のスキル全部揃ってる選手っていないので、まずここがイッツォの誰にも負けない強みになってますよね。でしかもですね、トップ強化がさっきも触れましたけど、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブネスと最高の強化になってますので、大きな欠点もなく、ライブアップデート良ければチャンスはあるセンターバックにはなってると思いますね。はい、ということで次行きましょう。さあ A 評価が続いていくんですけど、お次はアーセナルからグラニトジャカ選手。まあジャカはですね、毎年同じようなこと言ってるんですけど、突出した数値がいくつかある癖強めなステータスになってますよね。まあ今回ですね、足裏コントロールがピンポイントクロスに変わりつつ、やっぱり最初に目に入るのはキック力90ですよね。ライジングやミドルシュートなんかのスキルもあるので、ゲームでもジャカ砲の再現がしっかりできちゃうんですよね。そこにですね、フライパス、アグレッシブネスなんかは90超えつつ、ドリブルやパスが長所の選手になってますので、まあアンカーってよりはチャンスメーカーとかプレーメーカーみたいな能力値になってますよね。まあ正直ですね、アンカー発動の DMF だと守備能力結構物足りないので、まあ4312の左 CMF とか無印の CMF で使っていただけると面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひ当たった方試してみてください。ということで次行きましょう。さあ第6位はですね、 A 評価メレット選手。今週はですね、ゴールキーパー枠普通に喜んで OK だと思いますね。キャッチングだけはですね、80届いていないんですけど、全体的に安定した能力で、高身長、低弾道持ち、コンディションの波小さいなので、十分ガチスカで使うメリットあると思いますね。メレットだけにね。
さあここからですね、また1段階評価上がりまして、 A プラ評価久保建英選手、我らが日本代表から久保選手登場になりました。いや先週ライバープレート B だったので週間来ないかなって思ってたんですけど、サプライズでの選出になりましたね。まあ、先週はですねバルベルデがウィングストライカーになって話題になってましたけど、今週は久保建英がリンクフォワードになってますので、こちらも強化というより進化になってますよね。であと僕ねチェイシングの追加が地味アツだなって思ってて、結構今作って前線から守備して奪ってゴールにつながるシーンが多いと思いますので、チェイシング割と大事なんですよね。って考えるとこの強化っていうのも素晴らしいですよね。まあ、能力もですね見たら分かる通りフィジカル面以外不安要素なく何でもこなせる感じなので、リンクフォワードとの相性もいいですし、まあ、日本人忖度抜きでめちゃめちゃ当たりの選手だと思ってますね。まあ、起用法で言うのであればセンターフォワードで使うなら僕は2トップでライブレと組ませたりするかな。まあ、あとはね引き続き OMF やサイドにも適性しっかりあって、ぶっちゃけこの辺りどこでも活躍できる能力だとは思ってますね。でこちらがですね以前の久保建英との比較になるんですけど、これは激アツ変化っすね。プレースタイルは変わってるものの能力上がりすぎてマジでハイなので、これは乗り換え推奨ですね。はい、ということで次行きましょう。さあ次はですね A プラ評価レアルマドリードからカルバハル選手、僕の今週唯一の肝になってくるんですけど、いやカルバハルね結構強いっすよ。まあ、パッと見て能力バランスやばいことは分かると思いますし、今回インターセプトの追加でディフェンス系が底上げされたのもいい強化ですよね。であとはですねトップ強化のところでも言いましたけど、トップ強化がボールダッシュ瞬発力スタミナと極上のチョイスになってるんですよね。まあ、やっぱりこのトップ強化能力3つがねその選手に合ってるかっていうのはものすごく大事になってますので、まあ、そういう意味では習慣の恩恵をかなり受けてる選手って言えますよね。まあ、フィジカルなんかも最低限あってカルバハルだけに体張ることもできますので、激戦区右サイドバックの中でも十分トップクラスでやれる能力値だと思ってますね。でこちらがですね最近出てきた POTW クンデとの比較になります。まあ、さすがにクンデは完成度えぐいかな。 DS 系完敗ですし空中戦の強さスキルなどめちゃめちゃクンデ優秀だなって改めて思うんですけど、ただスピード瞬発スタミナ足元パスなど随所でしっかりカルバハル優秀なので全然僕負けてないと思いますけどね。ライブアップデート次第では十分序列入れ替わるくらいのレベルの高さはあると思いますので、ぜひ当たった方は今週右サイドバックで試してみてください。ということで次行きましょう。さあここからはトップ 3A プラ評価グリーリッシュ選手。まあグリーリッシュはね通常でもマジで使用感いいので、当たらなかった方も気になったらぜひ通常で狙ってみてほしいなと思うんですけど、まあ今回しっかり能力強化されてワンタッチシュートもついてオフェンスセンスボールコントロール決定力のトップ強化最高ですよね。ダブルタッチプラスこのドリブル能力から繰り出される圧倒的な突破力にパス上手くてオフェンスセンスもしっかり高いので、まあ万能型のチャンスメーカーでめちゃめちゃ今作に合う能力値をしてますよね。まあ、4-2-2-2 の左ミッドフィルダーとか OMF でもやりますし、4-3-3とかウィングがあるフォーメーションの左ウィングでも十分舞いますので、割とどんなフォーメーションでも使えるっていうのもグリーリッシュの魅力になってくるのかなと思いますね。いやまあみんな当たった方は使うと思いますけど、騙されたと思って使ってみてください。めちゃくちゃ使いやすいから。さあこっからはですねちょっと飛び抜けたあたりになってくるんですけど、第2位 S 評価デウロフェウ選手。いや今週一番のサプライズでしょ。激アツソン・フンミンの影に隠れる本当の怪物がこの選手になってます。でまずですねこちらも久保と同じ変化でセンターフォワード登録のリンクフォワードになっていて、まあもともとですねデウロフェウってスーパーサブもあるしスキルも優秀だったんですけど、今回ですねオフェンスセンスグラウンダーパスフライパス筆頭に能力強化幅がとにかくえぐかったので一気に覚醒した感じになりましたね。まあオフェンスセンスから決定力はもちろんスピード瞬発キック力ボディコンなんかも全部80以上で、ここにですねスーパーサブと TS100 補正効果乗ったらかなりやばいっすよね。オール90前後までいっちゃうんじゃないかなって思ってますね。いやーちょっと当てた人ずるいて。で実際ですね僕さっきオンラインで相手に疲れたんですけど、なんかめちゃくちゃ早かったっすね。早くて追いつけなくてインパクトクロス上げられて失点みたいなシーンあったので、普通にですねウィング起用でも割とぶっ壊れクラスなんじゃないかなって思ってますね。まあ正直ソン・フンミンに関しては旧通常の方が強いことなんかも考えると今週一番の当たりといっても過言ではない選手だと思ってますね。で最後にですねこちらが最近出てきたリンクフォワードスパサブパウリーノとの比較になります。まあそもそもタイプちょっと違いますけど、こう見てもデウロフェウエグいっすよね。ドリブルパススピード瞬発ボリコンなど圧勝してる数値が多すぎますし、スキル面の優位性なんかもありますので、今作の傾向も考えるとデウロフェウはちょっと強すぎるんじゃないかなって思ってますね。はい、ということで次行きましょう。
さあ今回の動画ラストはエース強化ソン・フンミン選手。まあなんだかんだ言ってもソン・フンミンは一番の当たりだと思ってますね。まあ強化馬に関しては通常と比較してもちょっと渋いところはあるんですけど、冷静にこの能力にスーパーサブ付きですよ。えげつないっすよね。まああとは個性の部分でも逆足ともに最高の、コンディションもかなり安定してますので、常に安定して戦力で考えられる、ここも間違いない強みになってますよね。ちなみにですね、今回トップ強化で言うとオフェンスセンス、決定力、ドリブルになりますので、割とですねウィングよりはセンターフォワードとか ST 向きの強化にはなってるのかなとは思いますね。で皆さん一番気になってると思うのがこの旧通常との比較。まあ大事なところで言うと、まずプレイスタイルの変更とアウトスピンキックの削除、そしてスピード、瞬発、ボリコン、スタミナ等々、純粋な能力で言えばやっぱり旧通常の方が優秀になっちゃうんですよね。まあなので結論ですね、ガチャ動画でも話した通り後半から出す意思があるかどうかっすよね。まあ能力で言えばね、勝ってる部分もあるし、スーパーサブ考えたら絶対的に後半から出すなら今回だと思いますので、そこはもう当たった方安心していただきたいなって思ってますね。で最後にこちらが2ヶ月前に出てきたプレミアリーグフィーチャーとの比較になるんですけど、まあこちらも同じ結論ですね。純粋な能力なら前回なので、前半から使うなら前回、後半から使うなら今回、シンプルにその住み分けで OK だと思いますね。まあでもこれさ、僕当たんなかったから思うんだけどさ、両方当たって悩めんのすげえ幸せだからね。当たらなかった負け組の僕は悩むことすらできねえ、弱いやつは死に方も選べねえ、そういうことなんですよ。ということで今回11名の比較以上で終わっていきたいなと思います。いかがだったでしょうか。改めてレベマ比較見て思ったのは、やっぱりねハイリスクハイリターンで上の選手に関しては飛び抜けた当たりなので、トップ5以内とかかな、5位以内が引ければ十分当たりなんじゃないかなと思ってますね。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。僕の分もみんな神引きしてくれ。バイバイ。